北高たる前。現役時代は中央、地方合わせて G1 を10勝。守護馬としては高い勝ち上がり率で、馬券ファンだけではなく生産会からも注目を集める守護馬である。はい、皆さんこんにちは。万犬トライモンです。今日はダートで北高たる前3区を勝っときゃ勝てる説というわけでやっていきたいんですけども、いつものように動画の最後に北高たる前3区の会場券と決勝券をやっていきますので最後までご覧ください。それでは6月12日の、日曜日の競馬で決勝スタートです。回答馬は2頭、1番サクラトップランと2番アルフワイラ。いきなりどちらかが勝たないと取り組みになる大ピンチです。1番サクラトップランが逃げて先頭をキープ、2番アルファイラが5番手で最後の直線を迎えます。いやー頼む、1番逃げ切って、あー2番厳しそうだな。頼む頼む頼む、残してくれ残してくれ、頭で、あーそりゃそうだよ、もう8番ずっと絡まれてたもん。あー厳しい。おお2番来た2番来た、いやー今村これ頭、今村ちゃん頭でお願いします。あーもう無理か、もうそう、オッケーオッケーオッケー。いやこれでもこれ取り紙だわ、もうもう、あもうこれもう8番の木さらすもん。はい、当たりですけど取り紙です。はい、8番の騎士はちなみに酒井学騎士でした。悪くないですけどね、酒井騎士ね。はい、取り紙です。該当馬は3番エバニスタ。今回距離短縮での一戦です。2番人気 2.5 倍に支持されています。コースアートから道中2番手につけた3番エヴァニスタと角田大和、4コーナーで先頭に並びかけて最後の直線です。いやちょっと手応えが前より悪いか、いやなんとか並びかけて、よし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 、抜けろ抜けろ抜けろ、大和抜けろ大和抜けろ、よし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 、大丈夫だろうもう、よし。いやこれ単勝じゃなかったら取り紙だったからよかった。よし2番の霧島タウン、よしこれでプラス、これでプラスって言ったんですけどまだマイナス40円でした。次も頑張ります。該当馬は単勝 89.6 倍の14番人気シダー、鞍上は大和くんの弟大河くんです。中段の外につけたピンクの帽子水色の面子、16番シダーと角田タイガー、楽な手応えで最後の直線を迎えます。前はいい感じで上がってきたぞ。リード1馬身2番手追ってくるのは6番のラスタンサー、タイガー出して追い上げる、タイガーさせ、キャロライナリーバ3番手に上がって前は2馬身のさ、どうだ追ってくるのは16番のシダーです。伸びてきてる、前は4番伸びてきてる、タイガー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 タこれ単勝万馬券じゃねこれ。いやーマジありがとう。買った時は120倍ぐらいついてたんですけど、なんか直前誰か突っ込んだんですかね。まあ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 、でも大きいの取れたんで OK です。該当馬は3歳馬の2頭、牝馬の7番ロイヤルソウル、5馬の8番プラチナドリームの2頭です。7番ロイヤルソウルはうちの6番手、8番プラチナドリームは馬群の真ん中の位置取りで最後の直線です。あーこれ2頭とも手応え良くないなあ。でもプラチナドリームは伸びそう、伸びそう、伸びてきた伸びてきた、あーロイヤルソウルはダメだ、プラチナドリームさせさせさせ、刺して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 、そうよしよし、刺せそう刺せそう、刺せ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 、頭頭頭頭、抜けろ抜けろ、よしよしよし、単勝でかい単勝単勝、よっしゃきたきた。1番人気のバックスクリーンが飛んでくれて副賞も2倍以上つきました。
相村さん、どうもありがとうございました。本日の収支はこちらですね。はい、単勝が 1665%、 負傷が 593%、 プラス収支で終わりました。なのでダートで北高タルマイ3区を勝っときゃ勝てる説、説立証でございます。この後いつものように北高タルマイ3区の、会場券と決勝券載せておきますので、ぜひご覧ください。はい、北高タルマイの会場券ですね。ボバーとヒンバ比べたらヒンバの方が成績がいいんですよ。なのでヒンバはまあ一応 1400m で勝ちましたけど買いです。であと阪神のダートコースは全ての距離でプラス収支です。あとね、東京に関してはダートの 1600m 以上の方が得意ですね。であと中距離に関しては 1400m 以下がいいと思います。あとですね、書いてないんですけども、波及条件の方が成績がいいです。はい、続いて決死条件ですね。中山新潟は超苦手です。短距離もダメですね。広いコースの方がいいのかなっていう印象かな。でですね、あと基本的に 1700m 以上は阪神以外は苦手、阪神東京以外は苦手だと思ってもらった方がいいです。以上で会場券と決勝券終了なんですけども、一応補足として1個、今京都競馬場改修工事中でやってないんですけども、これ工事が終わって開催が始まった時に、僕の広いコースが北高タルマイ3区得意なんじゃないかという仮説があっていたとしたら、工事終わり結構な回収率を狙えるかなと思いますので、もし覚えていたら実践してみてください。はい、それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。